今から十数年前、突如として異次元とこちらを結ぶゲートと呼ばれる通路が出現し、世界中で常識を超える出来事が起こり始めた。戦うことのできる能力に覚醒した者たちをハンターと呼んだ。今日もよろしくお願いします。あの兄ちゃんは別名人類最弱兵器なんだ。まさか意地張ってハンターを続けてるんじゃないですよね。いいんです、俺が弱すぎるだけですし、家族の中で働けるのも俺だけ。俺には金がいるんだ。行きます。シーヌさん、あの大きな石像、私たちのことを見てたんです。みんな捨てて、ざけんなよ。聞いてねえぞ。何の言った、俺が死ぬか。もういい。何が起きてるんだ。殺される。まだだ、まだ生き残るんだ。絶対に。いやー、俺なりに頑張ってここまで生きてきたんだ。もう一度チャンスがあれば。ソンジヌハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたんじゃありませんか。覚醒後の覚醒、まさかこれ俺にしか見えないのか。もっと体を大事にしてよ。めちゃくちゃ心配したでしょ。前に進むか、引き返すか。さて、行くか。装備は整えた。やるべきこともやった。本当にパーティーもなしに、俺一人でボスを。けど、やるしかないんだ。嘘だろ？けどうすりゃいいんだよ。弱いからあんなあだ名までつけられる。弱いから舐められるんだよ。熱く戦おうぜ。生きている限りこの上なきゃ熱く強くなれるのなら、このふざけたルールにだって従ってやる。